今は、喫茶店に来ている。何頼む？コーヒーでいいよ。わかった。すいません、コーヒー一つとカフェオレ一つください。なんだ、わかってきてるじゃん。まあ、ずっとこのために閉じ込められてたんだからな。私も、やりすぎたとは思ってるよ。ああ、そう思ってくれてるんだったらいいんだ。天使とは普通に生活したいしな。そっか。天使はヤンデレではあるが、そこまでではない。自分でも悪いと自覚しているし、共に行動していれば、普通に可愛い彼女だ。まあ、僕が洗脳された可能性もあるが。僕、ちょっとトイレ行ってくるよ。ああ、行ってらっしゃい。そうして彼は、そそくさと行ってしまった。ふう、片時も離れないでいた彼が行ってしまった。落ち着け。彼を私の束縛で苦しめたくない。これ以上苦しめたら、彼に嫌われちゃう。平常心を保て、天使。お待たせしました。コーヒーとカフェオレになります。あ、ありがとうございます。一口っする。ふう、私は、後ろから近づいてくる人影に気づかずにいた。戻ったぞ天使。天使？僕らが座っていた席に、天使がいなかった。トイレにでも行ったのかな。まあ、待つとするか。いくらなんでもおかしい。30分経っても、帰ってこない。あのヤンデレな天使が？聞いてみるか。天使が怒ってしまうかもしれないが、しょうがないことだ。すいません、ここにいた青髪の人、どこに行きました？見てないです。じゃあ、このお店に出入りした人っています？このお店に入ってきたとき、僕と天使以外、別にお客さんはいなかった。ああ、さっき、男性3人が大きなバッグ抱えて、出て行きましたよ。は？違和感とかなかったんですか？まあ多少はありましたが、お客様ですし。はあ、代金は机に置いておくので、それでは。え、お客様？そうして、店を出た。何が起こったって言うんだよ。あたりを見回すが、怪しい男3人は見当たらない。くっそ。今頃どんな目に遭わされているかわからない。天使、そうして。天使の救出劇が始まった。お嬢様、連れて参りました。ありがとう。下がっていいわよ。承知しました。さーて。死なない天使。私の彼を奪うなんて、いい度胸してるわね。